うもこんにちは。よりふみです。今回の舞台は東京都新宿区歌舞伎町です。過去に歌舞伎町は何回か動画化しています。この動画では明るい時間帯のちょっとディープな歌舞伎町をご覧いただけます。まずは大久保公園の周りをぐるっと回ります。背の高いフェンスで囲まれているのが大久保公園です。昼間は無店舗型の送迎車が駐車してる程度で健全な感じです。日が暮れてくると雰囲気が変わってきます。何かを待っている方々が出没します。昼間でもいる時はいますが、待ち人に関してですが、ほぼほぼ闇なでしこです。どんよりしたオーラに包まれています。待ち人に声をかけようと好奇を伺っているとの方がたくさんいらっしゃいます。声をかけるのはやめた方がいいっす。マジで危ないっす。歌舞伎町の優秀な大人のお店で遊ばれることを強くおすすめします。大昔の大久保公園は、それはそれはデンジャラスでした。変な取引が、頻繁に行われている場所でした。今はライブやグルメイベントが定期的に開催される、健全な場所へと変貌を遂げています。大久保強引前です。この辺りにも、待ち人が出没します。大抵闇なでしこです。映像左側の建物は、東京都健康プラザハイジアです。以前ほどではないですが、待ち人がいらっしゃることがあります。昔はハイジア入り口付近はもちろんのこと、建物内まで待ち人がいました。現在は入り口付近のみ待ち人が現れるようになってきています。映像前方の十字路はなかなかのパワースポットです。闇待ち人が高確率で現れます。一時期は待ち人管理人がすぐ近くに待機していて、かなり凶悪な感じになっていました。映像右側には大人のホテルが営業しています。ちょっと前は西洋待ち人がいたりしました。今でも時たま出没します。この辺りにはお笑い芸人さんの女性出待ちファンの方々がいたりします。待ち人ではないので注意しましょう。西武新宿駅前通りに向かいます。
以前はこの辺りに、おいち30分3000円の方々がいらっしゃいました。グリーンプラザ新宿の閉店、解体に伴い、見かけなくなりました。比較的若いアジエスの客引きさんがいます。東京都健康プラザハイジアの正面入り口前に向かいます。ハイジア、全盛期は半端なかったっす。たくさんの若き町人がいました。数年前に町人の育成逮捕がありました。18歳から60歳までの計24人の町人が御用になりました。ハイジア正面入り口前です。左闇なでしこが現れることがあります。いろんな意味で危ないっす。映像左側の建物は、某有名ホテルです。この辺りは、西洋町人、多発地帯でした。一時期は立ち並んでいました。最近はおとなしい感じかな。シネシティ広場です。定期的にいろんなイベントが開催されています。人も様々でバラエティに富んでいます。朝の早い時間に撮影しました。早朝にもかかわらずかなり人がいました。花金の夜はもっとすごいです。元気はつらつっす。東方シネマズ新宿です。某出会い系アプリで、待ち合わせ場所に指定されることで有名です。30分3000円の方々が大活躍しています。ちょっと前に発砲事件があったお店です。人がかなり行き交う場所で事件は起こりました。これから花道通りに向かって進んでいきます。この辺りはスカウトさんが多いです。綺麗な女性なら結構声をかけられると思います。夜はおしゃべり系のお店の呼び込みさんがいらっしゃいます。朝方は仕事上がりのホストさんが行き来しています。花道通りです。
区役所通りに移動しました。この通り沿いには、たくさんのおしゃべり系のお店があります。ジャンルが豊富です。そして格安店から高級店まで揃っています。夜はおしゃべり系の客引きさんが目立ちます。ホスト系の方が多いかな。新宿バッティングセンターです。一般人から夜の方まで、様々な人々が利用しています。新宿バッティングセンター年中無休で10時から翌朝4時まで営業しています。払えよ。近くでホストクラブが複数営業しているため、若い女性がたくさん行き来しています。夜はホストクラブの客引きさんたちが、ものごっついらっしゃいます。まっすぐ進むと歌舞伎町のホテル街です。ホテル街をカメラを持って移動するのは危険です。右に曲がります。このあたりは比較的静かな場所です。夜もそんなではないかな。ただ近くに893番さんの事務所があります。変なことをするのは絶対にやめましょう。まっすぐ進むと食安通りに出ます。次は歌舞伎町3番通りを見ていきます。歌舞伎町3番通りです。おしゃべり系、大人風呂、ピンクのサロン店、全部揃っている素敵な通りです。老舗の大人風呂屋さんです。NH クラブが営業しています。夜は素敵なお姉さんが呼び込みをしています。老舗のピンクのサロン店です。実は歌舞伎町、ピンクのサロン店が少ないです。とても貴重です。花道通りに出ました。これから歌舞伎町のディープスポットを見ていきます。新宿センター街、思い出の抜け道、花道通りから東通りに入ってすぐのところにあります。過去に中国マフィアによる青龍島事件が起こった場所です。では見ていきましょう。
昔はなかなかの場所でしたが、最近は随分と健全化が進んでいます。女性でも楽しめるお店が複数あります。ちなみに清流島事件ですが、実際は清流島は使用されていないとのことです。気になる方はググってみてください。新宿センター街、思い出の抜け道でした。最後に歌舞伎町のセントラルロードを見ていきます。人通りが半端ない通りなのでゴミなどがすごいです。呼び込みさん、客引きさん、スカウトさんがいます。マジでついていかない方がいいです。ボラれたことがあります。映像正面の大通りは靖国通りです。靖国通りまでが東京と新宿区歌舞伎町です。今回昼の歌舞伎町を一通り見ていきました。欲望渦巻く街歌舞伎町、明るい時間帯でも十分エネルギッシュです。夜に歌舞伎町に来ると真骨頂を拝めます。その際は十分気をつけて行動してください。ではまた。よりふみでした。